ココス諸島の一南位12度07分統計96度54分、南位12.117度統計96.900度、マイナス -12.11796.900 ウィリアム・キーリングは、イギリス東インド会社で活動した、イギリス人船長。1604年に、スザンナの船長として、東インド会社の第二回航海に参加し、1607年の、 第3回公会には、レッドドラゴンの船長を務めた。1609年には、ジャワ島からイングランドへ戻る途中に、現在のココス諸島を発見したと考えられている。この島々には、後にキーリングの名が付けられ、キーリング諸島と称された。1618年頃には、ワイト島にあるカウズキャッスルの司令官となり、そのまま、ワイト島で没死した。キーリングの日記は、 断片が残されており、1607年、1608年の日記では、戦場で、シェイクスピアのハムレットやリチャード2世を乗組委員たちが演じた様子が詳細に記されている。この日記の断片は、発見後しばらく偽物ではないかと疑われたが、今日では本物であると広く受け入れられている。ありがとうございます。